そんな喋りが苦手なんで、どうしようかなと思ってますね。何歳何歳なんですかっていうぐらいですね。でもまあ楽しい時間になればなと思います。はい、もう選手じゃないじゃないですか。どういう意味？アイドル苦手なやつじゃないですか。いっぱい喋れるように頑張ります。まあそうっすね。あのまああのそうっすね。あのとそうっすね。普通にあのせっかく来てくれてる織姫です。もう皆さんに、ね、楽しんでもらえるように、やっぱ一言でも多く発言していきたいなと思います。はい。はい、ありがとうございます。はい。あ、東京バナナ持ってきたら確かに普通に喜ぶ。バットとかもらって喜ぶんかなって絶対喜ぶよ。上じゃシャムじゃない。はい。構成2つです。あ、マジですか。それでも一応嬉しいね。嬉しいっしょ。そうっすね。黒だっすね。黒だっすね。白一枚、一枚全員感じにしましょう。やる一枚当たりやろう。うわ、それ嬉しいなぁ。いや、G 下手なのバレる。うん、バレた。ついちゃうぜ。ありますよね、引っかかるのとか。全然やばい。あれよ、あーもうこの T シャツ嫌い。ゴルフでも横に使うと。そうだな。4時から緊張してあんまり覚えてない。幸せです。小田さんです。はい、今シーズンはレギュラー定着目指して頑張ってください。応援してます。俊太選手顔全部男前なんで結構私は行きます。私は月に1回ぐらいで、でも週1ぐらいすごい、ね、西野君のちっちゃくてもう頑張ってる。頑張ってるところ。そうですね。かっこかわいい。かっこいいところ。好きな食べ物の話。スイカ。スイカ。去年は月一で行ってたんで、これぐらいは行きたいなと思ってます。めっちゃかっこいい。あの11番。松葉。これサイズ X ですか。サイズはね、XS とかかな。いいですよね。ありがとうございます。ファンの皆さんとも一緒に喜び合えるように、頑張りたいと思いますので、応援よろしくお願いします。今日はありがとうございました。チームの一員として与えられた場面で活躍できるように精いっぱいやっていきます。応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。噛んじゃいました。応援よろしくお願いします。絶対優勝すること、そして僕自身がレギュラー取ること、この2つをしっかりと達成できるように
頑張っていきたいと思います。今年もよろしくお願いします。2016年も行くぜ、ビーズスピリッツ。みんな一緒に出たがりね。じゃあそこ3人で言うのかと思ったよ。みんな一緒に帰ろう。まあ順番的に俊太、西野、僕っていう順で回っていったんですけど、その俊太と西野が回った後に僕は座って、で、なんですか、あーめっちゃ緊張したって言われたんですよ。シュンタと西野の時は緊張して喋れなかったのに、僕になったらめっちゃ喋ったらしいまあ嬉しかったんですけど、喋っていただいたんで、まあ期待してます、頑張ってください。やっぱ応援してもらう言葉は、はい、非常に力になりました。まあ熱狂的な小田さんのファンの方がいて、僕の次に来るっていう順番だったんですけど、次来ますよみたいな感じで言ったらすごい舞い上がってたんで、今は俺やぞと待っとけと、次小田さん来るから焦るな待っとけと、そういう感じでしたね、はい、いやもう何人もその怪我のことを心配してくださってたんで、すごいそれはもう大丈夫ですっていうふうに答えましたし、すごい嬉しかったですね。心配してくれてるんだなっていうのは、はい。ちょっとでも面白くないですけど。いいよ。あれ？いやちょっとあの僕印象的な人っていないですけど、個人的にあの人とかいないんですけど、本当に毎回毎回来てくれてる人ってわかるじゃないですか。なんか、まあ、僕のユニフォームを毎回毎回持って行ってくれてる人とか、そういう本当の人がやっぱ。僕にとってはすごいなんかまた来てくれてるんだって本当にありがたいなっていう、そういういい意味で印象に残るというか、毎回イベントがあるたびにやっぱそういう感謝の気持ちっていうのが出てきます、は